あ、ついてきてくれてんじゃん。新当主セレノアのもと、変例施設という退任を遂げたウォルホート家は事業に戻った。また、あれ、ロラン様か。ロランとヒューエットも王都のホワイトホルム城へと帰っていった。セレノアは休む間もなくフレデリカとの婚礼の準備に取り掛かる。その頃、ノゼリア新鉱山ではドラガンが爆裂岩を使い新たな坑道を掘り進めていた。第4話、甘き希望のうちに。採掘場。落盤とかは起きないのか。そこら辺計算されてやってんのかな。よし、これで厄介な岩盤は砕けたはずだ。調べてくれ。なんだこれは。何が発見された。どうした、爆裂岩の量が足りなかったか。違います、来てください、ドラガン様。これはまさか。ははは、やったー。では婚礼の段取りはこれで。最後に花嫁衣装について決めなくては。本人の希望通りにするのが一番だろう。フレデリカ、意見を聞かせてくれないか。私の希望は、以前いつかローゼル族の伝統衣装で式を挙げたいと言っていたわよね。おお、ではローゼル族に相談してみた。領内に彼らの村があるのです。頼めば花嫁衣装を作ってくれるはずだ。ですが他国、特にハイサンドがよく思わないのでは。煙鉄大戦の時、シモン様はハイサンドを脱走したローゼル族を保護されたと聞いています。そう、それが我が領内にローゼル族の村があるゆえんだ。確かに大きな問題になりましたが、シモン様は確固たる信念を貫き、ローゼル族を守ったのです。もっとも、ハイサンド大教国は女神教の教義を理由に未だに彼らの返還を要求し続けていますが。ハイサンドの女神教とローゼル族の問題は根が深い。だが、一度受け入れた彼らを守り抜くのは、ウォルホート家の使命だと思っている。婚礼にローゼルの衣装を用いれば、改めて我が家の覚悟を内外に示すことができるだろう。わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。私も同行します。実はまだローゼル族の村に行ったことがない。これを機に彼らのことを知り、交流を深めたいと思います。うん、それが当主としての務めだ。ともかくローゼル族の衣装で決まりね。早速頼みに行きましょう。では皆で参りましょう。どんな衣装ができるか楽しみですな。結構近いな、ローゼル族の村。フレデリカの花衣装、嫁衣装を作るためセレナは初めてローゼル族の村を訪れる。これ爪状さん、
ロラン様とかいるの？離れちゃったけど。あれ？なんだ？なんだっけ、名前忘れたけど、コレンティンがいる。違法院の方針に縛られることなく研究できます。専門は氷。氷魔法は非常に、氷結晶か、非常に興味深い。なんかやってくれるのかな。ええ、ただ話すだけだ。新しいのが入った。対魔法戦、遠距離攻撃魔法を使える敵は脅威。確かに範囲効果の攻撃は密集していると同時にダメージを被る。敵との間合いを読んで対処せよ。鉄鉱石もらえるな。鉄鉱石とかもそうだけど、いかせ金もないんだよな。2200円にはなった金も。リングとか買ったらもう終わるからね。いやー、まだここら辺入手しないか。やっぱ行商人から買えるときに買っておくべきだったな。まあまだいいや。探索パートやりますか。ローゼル族の村、ようこそお越しくださいました。セレノア様、フレデリカ様、村の代表を務めているジェロムです。当主就任、そしてご婚約、おめでとうございます。ありがとう。これからもオルホートの民として我が家を支えてもらいたい。もちろんです。先代のシモン様は我らの恩人、そして新当主のセレノア様がローゼル族のフレデリカ様と婚約された。こんなに嬉しいことはありません。花嫁衣装も心を込めて作らせていただきます。あの、一つだけお願いが。花嫁衣装にこのペンダントを合わせたいのです。そのペンダント、いつも身につけていますね。唯一母が残してくれたものなのです。30年前、私の母もこの村の人々と同じようにハイサンドから逃げ、エスフロストにたどり着いた。縁あって先代総帥に見初められ私が生まれました。ですが日の当たる立場ではなく、私を産んだ後ハイサンドに送り返され、そこで亡くなってしまったのです。大切な形見なのですね。ジェロム、花嫁衣装はこのペンダントが映えるように作ってもらいたい。かしこまりました。ではフレデリカ様は奥へ。早速ですが採寸を行わせていただきます。よろしく頼みます。セレノア様、採寸にはしばし時間がかかります。お待ちの間、村を見て回られては。ありがとう。そうさせてもらおう。待っている間、村の様子を見よう。シモン様は我らの出自や歴史も気にせず、領民として認め、守ってくださっている。ウォルフォート家には感謝してもしきれません。よろしくお願いします。領主としてこの地を守らなければいけない責任。炎鉄大戦の頃ここに逃げ延びてきた。ハイサンドではひどい待遇を受けていた。我々を保護してくださったのが先代シモン様。そうだね、いつの日か保護など必要ない時代が来るといい。今もハイサンドが我々を引き合わせとシモン様に要求していることは聞いている。女神教の教義とはいえ、再びあの国に戻れば辛い生活を強いられる。保護したローゼルのため。この村の中では領主様の髪色は目立つ。外の人が来ないかな。高台、あ、OK、なんだこいつ。
今日の狩りもうまくいくだろうか、上質な怪我が取れるといい。なんかこういうところに、お、なんか、はしごがあった。あ、で、こっち？これ回転？回転できる。今更気づいたわ。我々も強くならなくては。ちょっと待って待って待って。俺はあの光ってるアイテムを取りたかった。ヒットポイント弾薬。フレデリカ様の採寸はもう少しかかる。猫がいる。あ、猫ちょいちょいいるよね。なんか後ろ、なかった。取得済みです。あ、ここありそう。弾薬。この村から離れることはできません。女神教の信者に見つかったら、縁故に戻される。え、ウォルフォート領に、でも女神教の信者なんていなくない？ずっと村にいるのは退屈。村より遠くに行ってはダメ。まあこれちょっとベネフィットっぽいけど、まあこれだな。楽しいこといっぱいある。狩りやってみたい。いっぱい捕まえてお母さんを驚かせる。狩りってでもまあ普通の動物だよね。まあ、モンスターはいないから、ここから上にも行けるのか。さらにあれでももうこんなもん。で探索終了しよう。採寸はウォールだったのか。終わっただろうか。一方その頃、ホワイトホルム城越権の間。第二王子が勝手に外遊に出る、それがどれほど危険なことか分かっているのか。おかげで他国の事情を知ることができました。罰は覚悟の上です。そうか、ならばお前に命じる。ノゼリア新鉱山を視察せよ。いいのですか。罰を与えても反省などしまい。ならば王国のために働いてもらおう。望むところです、父上。ローラン、お前の気持ちは分かっているつもりだ。私のやり方にもどかしい思いもあろう。だが危険な真似はよせ。私に心配させるな。父上、新鉱山の採掘作業は過酷だと聞く。鉱員たちをねぎらってやれ。はい、承知しました。差し入れの酒や食料を用意しました。ドラガン殿にお届けください。父上、セレノア、ウォルフォート校も同行させてよろしいでしょうか。彼は共同採掘の調整役、ドラガン殿とも親しいのです。お前は随分セレノア、ウォルフォート校を信頼しているのだな。しかしこたびの婚姻によってウォルフォート家はエスフロストとつながった。あの家の動きにはよくよく注意せねばならんぞ。父上も兄上と同じことを言うのですね。セレノアはかけがえのない友。父上が何と言おうとも、俺は友を信じます。困ったものですな、ウォルフォート家は警戒が必要な相手ですのに。ローラン、あれ、高っ。行け、グスタドルフの元へ。何が見つかったんだ。
全員集まったな。今から重大な命令を伝える。これで全員、あれは全てエスフロストが接収する。うわ、このことは一切口外してはならない。違反した者は厳罰に処す。待ってください、ドラガン様。共同採掘で得た資源は三国で共有する約束では。反論も許さん。この大発見は新たなノゼリアを作るための好機なのだ。より良い時代をもたらすため、どうか協力してもらいたい。あなたはずっと危険な現場に立ち、俺たちを指揮してくれた。おっしゃる通りにいたします。頼む。総帥にはすでに報告の手紙を出した。私がエスフロスト最小になった暁にはこの場の全員に熱く報いると約束しよう。あなたが最小に？場合によってはグリンブルクの大臣かもしれないがな。いずれにせよ僕がこの手でなすんだ。グスタドルフにも父上にもできないことを。やばい、野心が、野心が燃えている。兄さん、ドラガンからの手紙には何と？仮説は立てていた。しかし本当に見つかるとはな。あいつの報告を信じる？あらかじめ潜ませておいた密偵からも同じ報告が届いた。信じざるを得ない。それであいつの要求は？この発見をエスフロストが独占できるよう計らう見返りに自分を最小にしろと言ってきた。断るならグリンブルクと交渉するそうだ。兄さんを脅迫する気か？思っていたよりしたたかな男だ。確かにこの情報にはそれだけの価値があるな。タラース、お前ならどうする？当然秘密が漏れないようにするさ。こういう場合に備えて兄さんは兵を忍ばせておいたんだろう。そうだ、非常時の命令もすでに下してある。後始末は僕に任せて、すぐに出発するよ。さすがは我が弟、話が早い。ドラゴン、私とグリンブルクを計りにかけるとは愚かな男だ。決定を下すのは私だ。邪魔をする者は全て排除する。なんか来たんだけど、ロランか。ローゼル族の村にやってきたロラン。セレナにある提案を持ちかけるの前に毎回これ見なきゃいけないんだよ。なんか発生してたら発生しましたみたいな出してもらいたいんだけど。お待たせしました。衣装の採寸終わりました。望み通りの衣装になりそうですか？ええ、出来上がるのが楽しみです。それは良かった。おお、いたいた。ロラン王子、ヒューエットもどうしてここに？お前たちを追ってきたのだ。ウォルフォート城の者から皆様がローゼル村へ向かわれたと聞きまして。何かありましたか？父上からノゼリア新鉱山の視察を仰せつかってな。一緒に行かないか？それは願ってもない。ぜひ。はい、共同採掘の調整役として現場を見ておくのは大切です。ドラガンに外遊で買ったお土産も渡しましょう。これを機にドラガン殿とも親交を深めたい。才能のある面白い男だそうだな。
新しい時代を作ろうとしている豪気な方です。彼のことは道々お話ししますよ。決まりだな。すぐに出発しよう。では花嫁衣装は式までに必ず。よろしく頼む、ゼロム。セレノアは領内にあるローゼル族の村でフレデリカの花嫁衣装を手配し、穏やかな時を過ごす。そこへレグナ王から鉱山の視察を命じられたロランも合流。連れ立ってドラガンが採掘を進めているノゼリア新鉱山へと向かうこととなった。線路みたいなのがあるけど、電車は通ってんのか。ドラガンとの再会。こっちは何もないね。さて、グスタドルフはどう出るか。僕の要求を飲むしかないはずだが、拒否された場合は父上と連携する必要がある。状況を報告しておかねば。ドラガン様、王都からロラン王子が参られました。何？これはロラン王子、ウォルホート家の皆も揃っていらっしゃるとは。何かあったのですか？突然すまない、ドラガン殿。父に命じられて新鉱山の視察とねぎらいに参上したのだ。それはありがとうございます。鉱員たちも喜ぶでしょう。採掘は順調ですか？ええ、何も問題はない。セレノー殿も外遊はうまくいきましたか？はい、見聞を広めることができました。これは外遊先で見つけた品です、ドラガン殿に。ほう、女神の絵ですね。これは色をつけた塩で描かれているのか？ええ、ハイサンドではお守りとしても使われるそうです。我が国では考えられない贅沢な品だ。貴重なものをありがとう。喜んでいただけてよかった。悩んで選んだ甲斐がありましたね。ドラガン殿は時代を作るのは常に熱意ある若者だと言ったそうだな。俺も同じ思いだ。ノゼリアの未来のために力を合わせていこう。そう、新しい時代は近い。時が来れば国の枠を超えて協力をお願いすることになるかもしれません。その時は私も喜んで協力します。では採掘現場を見せてもらおうか。お待ちください。先日坑道の奥で落盤が起こりまして、そちらへの立ち入りはお控えください。そうか。しかし先ほどは問題は起きていないと言っていなかったか？すでに修復工事は進めています。今はまだ早いということですよ。落盤は爆裂岩の影響ですか？ええ、まあ岩盤を吹き飛ばした時の威力が強すぎたようで。爆裂岩とはそれほどのものか。一体どうやって作るのだ？それはエスフロストの機密。詳細はご勘弁いただきたい。しかし爆裂岩の重要な材料の一つが塩であることはお教えしましょう。なんと、塩が。驚かれるのも無理はない。私も研究を始めた頃は信じられなかった。しかし大書院に眠る膨大な書を調べて知ったのです。塩には食べる以外の様々な用途があること。セレノア殿、
土産のお礼にこの本を差し上げましょう。塩に宿る力。私が調べた塩の可能性についてまとめたものです。読んでみてほしい。それは貴重なものを後で読ませていただきます。興味深いですね。若様、後ほど私にも読ませてください。ぜひ感想をお聞かせ願いたい。おっと、そろそろ日が暮れる。本格的な視察は明日にしませんか？そうだな。すぐに宿泊と艦隊の用意をさせます。しばしお待ちください。塩に宿る力、これも自分で読めってこと？新講座での採掘は順調。宿泊の準備ができるまで様子を見よう。旦那が働いているから吹き出しに来ている。いっぱい食べてくれるか、作りすぎちゃう。採掘した鉄を運ぶトロッコか。 S フロスト広告で作成中。運搬設備が整えば採掘がはかどる。ロラン王子とオルフォート家の当主様にこんなところまで来ていただけるとは。ありがとうございます。共同採掘だけあってグリンブルク王国だけでなく S フロスト広告からも作業員が来ている。ドラガン様の父であるスバローク様、グスタドルフ総帥にも劣らない実力がある。最初を務めるべき立場の方が国境の僻地で門番をしている。不満もある。フレデリカの叔父でもある人物。なんかこれはあんま読んでねえな。ちょっと待って、同行させて正解。ドラガンの警戒心を解くことができた。ヒットポイント回復したい。採掘した鉄はノゼリア商会に持っていく。商会は塩だけでなく鉄の流通も牛耳っている。この鉱山はクラルス様が担当されている。非常に商売熱心な方。あれ、これなんか上とかこっちの方から行くのか。この鉱山は道かけ和紙、ここまで来るのは大変。お帰りになる際も気をつけてください。爆裂岩による落盤事故があったようだが、どうやら採掘はつつがなく進んでいる。初の共同採掘にもかかわらず問題が少ないのはドラガンの適切な指示。代わりに若様が開発の指揮を務めるとしたが、鉱山で問題が起きた時どうするか。三国共同の採掘である以上、他の二国も交え公平に問題解決を図る。日々現場で働く者たちの声を聞く。上から押し付けてはかえって混乱する。原因の究明と責任の所在をはっきりさせる。三国の間に禍根を生まないことが第一。いや、なんかもう全部っぽいけど、まあ俺としてはこれだけどね。でも貴族としてはどうなんだろう。やっぱり他の国の立場も考えなきゃいけないからね。これだな。我々ばかりが損害を負わぬ工夫が必要。王家や他国も考えることは同じ。いざという時に先手や裏を取られないよう日頃から想定しておく。鉱山に存在が出た場合の立ち回り方考えとこう。こっち行け。なんか行けるところと行けねえところがなんかいまいちわからん。貴殿と末永く交流を持ちたい。次の時代を作っていくのは我々だ。よろしくお願いします。お、工程表なんでそんなの。二国の人員が働いているので初めの頃は多少ですが揉め事があった。やり取りも円滑になっている。石材どっから下へ降りる。これ、あ、降りられた。大書院の書物で学んだ鉄の採掘技術を皆に伝えている。現場での作業を通じてエスフロストの採掘技術を自分たちのものにしてみせる。工員というのは随分力仕事。腕っぽしの強そうなのがゴロゴロしている。我が兵に欲しい。450円。エスフロストの工員は掘れば掘るほど稼ぎが増える。文字通り一山当てて稼いで帰らないと。奥にはいけないな。思ってよりも広い採掘場。私の鷹を飛ばすこともできそう。ここが例の先か。立ち入り禁止区域。あとここにアイテムか。先人のスカーフ。なんかアクセサリーっぽいものを手に入れたな。
とさらっと見て、こっちの方とかにアイテムがないか。これ上、あ、角度も変えられるわ。上から見下ろす視点の方が物は発見しやすいよね。こんなものかな。こいつも話したよね。外は出れない。じゃあ OK、 大きな問題はなさそう。宿泊の準備はできただろうか。バトルが発生した。なぜ新鉱山でノゼリアの未来を語るセレノアたち。そんな折ドラガンの元に緊急の砲が入る。推奨レベル5。ここ行く前にちょっと1回爪所で新しいバトルやっておくか。レベルの低い人たちはちょっと裏方でレベルを上げるとして、対魔法戦晴れ。1234562。魔法だとちょっとな、盾の人がな微妙なんだよな。外してコーレンティン入れる。ヒューエットレベル低いよな。ちょっとヒューエットのレベルを1上げるか。結果でお返しを。よし、これでいこう。タイマー放線。なんか後ろにアイテムが落っこってんだけど。仕事の時間です。やっぱり撃ってくるよな。もう最初のダメージ受けるのはしょうがない。覚悟でいこう。突っ込む。出番だな。で、なるべく行きます。ここだと食らっちゃうよな。ここも食らっちゃうよ。なかなか配置が難しいな。さあ行こう。セレノアは突っ込もう。来た、電撃の魔法。いやよーつえ。行きますか。で、回復するか。じゃあ回復します。感謝です。希望への一歩です。殴ってきた。終わらせましょう。で、変盾使おう。皆さんのために。ありがたい。演劇の魔法、俺には使ってない。演劇の魔法。そろそろ回復を。そうですね、回復してもらいたいけど、こいつから攻撃するか。はい、押し切れそうです。行くぜ、ダブラクション。効果的ですね。まあ、どっち見ててもって感じだから。ランスもらった。好きだらけです。この2人パターンが強い。で、アイテムを回収しよう。制してみせましょう。ショートボウ。タップ。あ、まあまあまあ、でも攻撃力強いな。身が果てるその日まで。痛い。ウォルホートの名にかけて。挟むか。ふん。なっていくか。行きますか。で、ちょ、こいつは回復だな、やっぱり。アンナちゃん回復します。ありがとうございます。争いを収めるために。で、フレデリカ様はもう攻撃しよう。あ、レジストがかかるけど、でもまあ倒せば倒せば。私の魔法で。そんな。オッケーオッケーオッケー、問題ない。うわ
ご命令を。で、後ろ取るか。ふっ、押し切れそうです。やつがもうどんどんレベル上がっていくよね。行きましょう。経験値稼げるから出番だな。もうこのパターンマジか。合わせます。あー、これ青いやつと白いやつって制して見せましょう。それはい。あー、弓いいな。でもやっぱりどこから攻めるか。あ、間違えちゃった。ここ回収する。まさか。痛い。冷静に行きましょう。後ろで殴ったとしても大したあれじゃなくない。甘く見ましたね。あ、倒せるわ。行きます。で、後ろから殴って、やっぱりこの殴りに弱いな、こいつら。理想は叶えてこそです。そんな殴り合いで、これ回収したら倒そう。行くぞ。で、横から行けるから2マス。あ、突破好き。ちょっとやってみよう。チュッソフなんか戦闘速度変えられるみたいなんだよね。おお、鉄鉱石と材木、資材が欲しいよな。というわけで少し商人見ますか。回復の外役はまあまあまあいいとして、リング1個欲しいよな。物理防御のリング1個欲しいんだよね。あの盾のやつに持たせても全盛出す。これもこっちやねや。こいつだ。交換所。あ、切り札買っとくか1個。そう、なんだかんだね。でもなんだかそこでなんか全員のさ攻撃が必ずヒットしてクリティカルになると思ってたら一人だからね。だったら回復がいいな。あ、なんか増えてる。これ今1個ずつだから1円だし買えときに買っとこう。あ、そのままなくなるからこれでいいのか。連打しとけば。切り札ポイントはでも欲しいね。よし、 OK。 クラスアップはちょっとレベルが足りないからな。ではノゼリア鉱山行きますか。推奨レベル5。採掘場、何があったの。失格か、もしかして。奥の坑道から定時連絡がない。まさか脱走したのではないだろうな。いえ、鉱山から出た者はいないはずです。よし、私が確認に行ってくる。姫、坑道の奥からだ。何事だ。うわ、撲殺された。エスフロスト兵、これは一体。まさか全て見通されていたというのか。殺せ、鉱山にいる者一人残らず。これが答えだというのか。そんな、まさか。ドラガン死亡したらダメ。全員出てる。ここでドラガンどこにいる。結構前にいるじゃねえかよ。魔法、あ、ベネディクトちょっとこっちに置くか。こっちが少し戦力不足だから。フレデリカ、まあ2対2だからね。よし、この陣形で行こう。
出撃は9人か。だいぶ大きな戦いになりそうだな。なんかよくわかんないところで信念が高まるよね。みんなドラガン殿を守るぞ。無行動時の行動です。うん、まあそれそう。行動しなかった。いきなりこれ殴られんじゃねえか。ショートカットボタン。切り札の使用。いや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 、待ってよ。パワーブレード。切り札が使えるようになった。ご命令を。いきます。もうこれ突っ込んでいかないと。俺は負けん。ロラン様も行け。やってやる。おお、超魔法使い。聞いたぞ。まあまあまあ、ポイント稼いでくれた。あは、戻ってきた。いいね、いいね、いいね。して見せましょう。では、ちょっと暗黒の矢だな。視界を奪えば。暗闇。オッケー、オッケー、オッケー。いいじゃない。回復魔法使ってくるか。結構な回復魔法。ウォルフォートの名にかけて。どうする、使ってあげる。まだいいや。勝利への糸口は。あれ、これなんだ。あ、防御力を上げるのか。アンナ様、攻勢に転じます。お願いします。これは泡ブレード行って、つえ7レベルとか。かかってこい。やつはかなり強そうだな。これ攻撃できる。これ、あ、できるね。ミスってるし。戦場は俺の庭だ。じゃあまあ威勢はいいけどさ、冷静に行きましょう。え、ジーラどうする。ちょっと回復だけさせるか。それなりに射程はあるから、ね、回復魔法。これで戦えます。ここの2つを駆け巡ろう。暗闇ミスで。いやー、うお、学んだ力今こそ。これエンタテどうなんだろう。炎のカウンターいいよね。ちょっとまあまあまあ倒せるですから倒すか。私の魔法で始めましょう。さあ行くぜ。強風ってなんだっけ。沈黙か。いや、ちょっと相性悪いかな、兵士に関しては。魔法がこっちのやつらが半端ない。弓兵か。いや、最悪の位置にいんな。氷の矢とか。シードスラム。当てるかよ。無駄無駄無駄。参ります。あんな強襲する。ほら行け。ダブルアクション。出番だな。で、後ろを取る。いや、パワーブレード行って、つせえ。いや、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ食らってんな。逃げてった。ウォルフォートの名にかけて。あいつ回復させられるぞ。セレノアとかは、まあ、主人公だからかもしれないけど、割とスタンダードなあれだな。こっちに来るか。後ろ狙われてる。パワーブレード、うわ強っ。行きます。楽にはさせない。はい、
誇りを胸に。やってやる。アトラがもうだいぶ下がったな。やーやべえ。回復。いやー、なかなかえぐい回復量だからな。どう攻めるか。で、これもかけるか。じゃあ防御。守りを固めましょう。こっち。いいね。盾兵とか結構やばそうだな。出た。もうめちゃくちゃ狙われたわこれ。死んだ。かかってこい。いやこれ結構まずいぞ。盾。回復はお任せを。この二人は大丈夫。ドラガン、でもドラガンこっち魔法使ってくれそうだからな。魔法で援護してくれそう。傷を癒して。回復しました。おいいね。回復量も結構高いからな。争いを収めるために。で、ちょっとここ。これ炎のカウンターって気になるんだ。毎回気になるんだよな。それでは。で、ここは氷結魔法。ここにやって二人だな。で、背を取られないようにしよう。この弓兵マジでうざい。結構強えし。出番だな。で、倒す。高さ補正からの殴り。どこへ飛びましょうか。で、ショートボール。ミスってる。ベネディクトか。セレノ。いや死んだ。やべえ。父上ならどうする。いやもう無理っす。なんか飛翔劇みたいなの覚えたな。とどめ。やってやる。お願いします。燃え上がれ。演劇。あ、これ仲間食らわないか。いや、挟まった。で、弓兵。いや、厄介なとこから狙ってくるんだ、マジで。いや、死んだんじゃん。力不足。死んだ。勝てる見込みがないんだけど。回復されてるし。全開されてるわ。ドラが逃げてくるからもうあんまり攻める必要はなかったな。仲間割れという雰囲気ではない。エスフロストで何が起きた。チッ、ウォルフォートが来るなど聞いていないぞ。争いを収めるために。でもね、そうは言ってもなんですよ。焼き尽くします。倒したけどさ。倒したはいいけど、こいつここから狙ってくる。あと減ってるのはコーレンティン。エラドールも半分くらい減ってるか。回復します。しびれるね。腕が鳴るぜ。35、60、63
倒せるやつをちょっと倒したいな。よっしゃ、研究の成果。ああ、魔法が使えない、しょうがない、氷の書で殴ろう。終了です。ガラキだ。狙ってくるか。いや、狙ってくるわ。手ごわい、訓練された密偵だ。なぜこの鉱山に送り込まれた。飛ばされた。ゲックラッシュした。止めます。じゃあここからこうやってショート棒で狙えば。それ追撃します。狙える、効率的です。慎重に。ちょっとここ一回撤退しよう。でかつ回復台使うか。使うぞ。いや諦めないよ、最後まで諦めないよ。やってやる、甘く見るな。ナイス。ちょっと今はもう経験値がどうこうのっていう世界じゃないかな。めっちゃ逃げてる。毒、毒った。後ろに狙われた。サチキやべえ、次勝ったら死ぬ。こいつらマジうぜえ。行きますか。まあ回復だな、コレンティン。これで傷を回復しました。争いを収めるために。こいつ殴れば倒せそうだな。ごめんなさい。私の番ですね。でコーレンティンちょっと後ろから殴っとく。いや前から殴っとくか。へっ。で後ろは盾で殴らせよう。良い成果が得られました。腕が鳴るぜ。さて殴り、とどめだ。よっしゃ、もう一撃。 OK、 悪くない。制してみせましょう。ここはもう弓合戦だな。じゃあ暗闇、この距離なら決まった。パワーブレイク、ほんと通園で決まった。うわ、止まってる。一回撤退する。ここまでで、ドック買っとけばよかったな。使うぞ。裏切り者め。一応ドラゴン合流できたな。こいつなんとかしたいわ。させません。あった1234、回復はめちゃくちゃいっぱいんだけど。ちょっとこれ取ろう。自分回復しよう。んコーレンティン結構やばいか。傷を癒して。ありがとうございます。希望への一歩です。終わらせましょう。フレデリカもまあ減ってはいるか。ペン立てかけよう。あなたを守ります。助かる。研究の成果。あれって氷立てみたいなの、障害物設置か。あーなるほど。とはいえこれも氷魔法いける。氷物あいけんな。ここまずあの弓兵を排除したい。腕が鳴るぜ。でこいつのドラゴンも少し前線に出すか。少し体勢を立て直してきたな。制してみせましょう。でショートボー。やー、オッケーオッケー。毒、くそ毒だけど前に出そう。まあ、後ろは取られないようにしとけば。裏切り者め。あっち行ってくれるか。よし、燃え上がれ。オッケー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 。クスタドルフ、いつの間にこんな奴らを。だが正しいのは私だ。ここで潰されてたまるものか。
パワーブレード29。それは読んでいた。魔法カウンター、氷の矢、魔法兵。あ、これちょっと魔法のあれが種類が違うのか。私のできることで回復魔法ヒューエットだな。傷を癒してありがとうございます。ここで遠距離使えるのはだいぶ役立つわ。学んだ力くれていいか。今こそ演劇。私の魔法で魔法が当たらないっていうのが分かったから、いい感じで。ガンガン引こう。これかかってこい。あ、エラドール、ここはちょっと無理だ。回復弾薬かけるか、セレノアに。ほらよ。ありがとう。それではで、コーレンティンも氷がいけるから、ちょっとレジストにはなってるけど。氷つけ、効果が薄い。それはしょうがないもん。仕留めます。で、一体仕留めるでしょ。ちょっと弓だな、まず。とどめ、うぜ。くそ。ここに移動してこいつ倒す。とどめ。あいつはもうもはや動かないな。いやー、氷結魔法ここで使われたか。裏切り者め。逃げてった。こいつに回復してもらおうってことか。立て兵、冷静に行きましょう。でジーラ、いや、もうセレナはちょっと前線に出す関係で。回復します。やっぱり待ちの方がいいな、これ。少し苦しいです。いや、結構よ。結構苦しいですよ。50だな。使います。正しいと思える世のために。私の番ですね。どうにもいけんな。何もできないけど。この盾が破れるかな。で縦攻撃の、まだまだ働けそうだ。鋼の背中、行きます。あ、そっか、こいつこういうところも動けんのか。何気にいいぞ。よし、安全圏から攻撃。良い風が吹いてる。フリューゲの一撃、フリューゲの一撃、負けられない。で、魔法兵さえ倒せば。この飛翔撃って何。物理攻撃、射程にあんのか。射程にあんのはいいな。終わりだ。よし、こいつ倒した。魔法攻撃まずいやないかな。ドラガン、なんとかしてくれ。パワーブレード、甘い。いいね、下がったな。シードスラム当てるかよ。おお、学んだ力、今こそ。オーケーオーケーオーケー、私の魔法で。いいね、冷静に行きましょう。で回復、これで傷を。ありがてえ。それではで、コーレンティももう打てるな、氷を。いいだよ。めちゃくちゃ凍ってんけど。よし、一人倒した。いや、コーレンティいいわ。この弓兵超めんどくせえ。しかも挟んできやがった。腕が鳴るぜ。エラドールちょっともういけねえな。駆け足よりとかやっといて良さそうだな。勝利のために。行きます。で、こいつこっからやってショートボールでこっから狙って、それで、ガラ空きだ。オッケー、追撃。ウォルホートの名にかけて。よし、このままガンガン攻める。いや、もう無理だってちょっと思ったけど。裏切り者め。これはいけんな。こいつだって何の攻撃やりに。研究の成果、争いを収めるために。あ、後ろさえ向かなければ大丈夫でしょう。
私のできることを。回復は誰だ、セリノだな。これでだいぶ前に出ちゃってるから。すまない。ダイ。行きます。でショート棒無理だ、いけないけど。不流言の一撃、あ、無事攻撃か。いいね、高腕が鳴るぜ。覚悟を見せよ。低下してるんだよね。さあ行こう。なんか向きが変な、してやる。いやー、めんどくせないです。こっから炎いける？撃てるわ。焼き尽くします。始めましょう。ここもいける。氷結当たんな。回復はお任せを。で、あと回復するとフレデリカか。これで傷を。これで戦えます。仕留めます。で、ヒューエットはちょっともう暗黒の矢で暗闇にしよう。 91% 命中率。よし、暗闇一騎打ちだ。それでも狙ってくるか。ウォルフォートの名にかけて。え、ウォルフォートどうしよう。ちょっと一応上からあいつを攻め込むか。やってやる。腕が鳴るぜ。エラートフは下に行こう。なんか後ろ向いちゃったけどさ。学んだ力で今こそ。ウィーク。あ、先にこっち倒せそうだったらちょっとこっち行こう。炎よ。演劇。これなら勝てます。いや、ちょっと一歩動いて。おお、それでは。で、フォーレンティンか。お使いね。回復はお任せを。で、ジア自分回復しよう。これで傷を。自分に回復が回せるようになった。仕留めます。で、これで終わり。こいつはね、終わりです。ちゃんと横取っとけばよかった。どこから攻めるか。怠けないで。これこっち行こう。じゃあ衝撃。はぁー、飛翔というか飛鷹か。皆を導くために。無駄無駄無駄。危ない。やってやる。この盾が破れるかな。いや、もう無理だな。私の番です。魔法入る。どこまで行けば入るかな。ここまで行けば魔法入るかな。入るな。よし、OK。 いや、なんとかなったわ。バカ。ドラガンが下がってくれたのが良かったね。なんかこっちから突っ込んでいかなきゃいけないっていうパターンになるとやっぱり辛いな。戦利品がなんもね。結構アイテムも使っちゃったしね。どうなっている？何なんだこれは？なぜここをエスフロスト兵が襲う？こんなことをして何の利があるというのだ？わからん。しかも行員を皆殺しにするなど。まさかこんなことになるなんて。ドラガン殿、何か知っているのですね。隠し事はなしだ。話してくれ。僕が甘かった。まさかここまでやるとは。ドラガン。ドラガン。回復しろ。まだ残党がいる。なれよくも。が。しっかりして、ドラガン。すまない。真実を話していれば、こんな。ことにはけど、僕はあいつらを
見返したくてごめんなさい父上。ドラグ、なんということだ。若様、これは我々だけで対処できる問題ではない。一刻も早く王都に知らせなくては。伝言、ロラン王子はおられるか。何事だ。王都ホワイトホルム城に敵襲、エスフロスト君の攻撃を受けています。なんだと。くそ、何がどうなっているんだ。取り乱すな。ともかく事実を確認せねば。王都へ向かおう。フレデリカ、悲しむ気持ちは分かるが。はい、一刻を争う時です。急ぎましょう。すまないが、ドラガン殿の埋葬を頼む。丁重にな。はっ。王都は大軍に囲まれています。お気をつけて。あれ、こいつはどうやって来たの。生き残りがいるぞ。殺せ。え、完全に気づかなかったの。いいざまだな、ドラガン。最小になる夢は夢のまま終わった。どうだ、悔しいか。タラース様、妙です。行員だけでなく暗殺部隊も全滅しています。行員どもが死んでいれば問題ない。どのみち口封じをするつもりだったしな。しかし。いいから、さっさと我が軍の遺体を処分しろ。それが兄さんのために重要なことなんだ。ドラガン殿の埋葬は必要ない。野犬にでも食わせておけ。天気希望のうちに終わり。